野間半島は、九州の薩摩半島南西部から、東、シナ海に突出する半島である。鹿児島県南薩摩市に属する。講義では、大ね大浦川より西側に伸びる野間、額などを含む、全長約1 0キロメートルの半島を指し、競議では、野間池から西に伸びる、全長約2キロメートルの半島を指す。西端部は、野間岬と呼ばれる。半島一帯は、 大沼県立自然公園に指定されている。抗義の沼半島は、白秋に形成された川辺荘群と呼ばれる砂岩や、結岩、中心与中期に貫入した野間三崎河口岩類と呼ばれる河口半岩や石英半岩、中心予後期に作られた南札層群と呼ばれる安山岩などからなる。半島東部には、アタカルデラから噴出したアタカ祭流による、溶血業海岸が分布する。 野町付近を仏像構造線が横切る。競技の野間半島は、かつては島であり、土砂が堆積することによって陸系島となった。地質は、川辺総群や野間岬河口岩類からなり、先端部の野間岬から黒崎図にかけては、古生代に形成された野間岬編成岩類が分布する。競技の野間半島は、杉やヒノキなどの人工林となっている場所が多い。かつては、 黒松の人工林も見られたが、松食い虫の被害によって衰退した。山頂付近には、イスノキ、ヤブニッケイ、ヤブツバキなど、標高450メートル付近に、スダジーや赤菓子など、海岸付近に、サツマノギク、ホソバワダンなどが分布する。東部の赤な巻には1926年、日本国の天然記念物に指定されたヘゴ自生地がある。 九州の南西端にあたることから、多くの渡り鳥が見られ、流鳥としては目白、日踊りが多く見られる。笠さ町郷土都市上館第一章、自然、第二節、地形、地質。笠さ町郷土都市上館第一章、自然第四節、植物、王の照よ、野間学の自然植物、南札の自然。笠さ町郷土都市上館第一章、自然第五節、動物。 サメシママサミチ、野間学の自然鳥類、南札の自然、ありがとうございます。